上空から、青谷をコンテナターミナルを眺める。霊形から上青屋をコンテナターミナルを眺める夜の、青谷をコンテナターミナル画質場等南路の周り夜の9号、コンテナターミナル、青谷をコンテナターミナルは、香港にある、コンテナターミナルで、深海青湯と聖衣島に集中している。青湯側で1号コンテナターミナルが1972年に、立ち、その約20年後、 8号コンテナターミナルまでこの地区に立った。2000年以降、青湯に隣接する聖島において9号コンテナターミナルが立った。現在青い青コンテナターミナルは合計24コンテナバースとなり、コンテナバースの水深は15.5メートルに達し、1万 TEU の大型コンテナ船は寄れるようになった。毎年1900万 TU e のコンテナの 取扱いに達し、約香港全体取扱い量の70%を占めている。9つターミナルが5社のコンテナターミナルオペレーターによって運営されている。5社は、現代カバコ場等、香港国際カヒ場等、中園国際カヒ場等、アシマカヒツ等と、森、小神港カビ場等。青屋をコンテナターミナルは1989年から2004年にかけて、 コンテナ取扱い量において世界第1位の港湾であった。香港の中国大陸より高い港湾料金や、加内港湾からの競争などの成果、2005年以降、シンガポールに次いで、上海、寧波長山、新鮮、広州、富山、沈をのコンテナ取扱い量が香港を上回り、2019年まで香港の取扱い量は第8位に落ちている。 香港港の現状と香港系 GTO の戦略的動向1号から8号までコンテナターミナルが青い U と昇るセンスにあり9号コンテナターミナルが聖島にある急流層マネキ商局国際と早西洋港によって運営森小み環球港を務むとシンガポール港無局によって運営カズノリ候補高校集団シンガポール港無局と カジュン集団によって運営中円太平洋と香港国際化出馬等によって運営、カズノリ候補高校集団によって運営。ありがとうございます。